ジャン・クリストフロマン・ロラン前回の続きからです。ローザはどういうことが起こっているか長く気づかないではいなかった元来彼女にはご自心がなかったし嫉妬の感情とはどんなものだか。 まだ知らなかった彼女はすべてを与えるつもりでいいまた代わりに何かを求めようとはしなかったしかしクリストフから少しも愛してもらえないことを悲しげに諦めてはいたもののクリストフが他の女を愛するようなことがあろうとはかつて思ってもみなかったある晩食事の後に 彼女は数ヶ月来の面倒な刺繍を成し終えたうれしい心地がした一度クリストフと話をしに行っていくらか心を晴らしたかった母が背を向けているのに乗じて部屋から抜け出したいたずらをする小学生とのように家の外に忍び出た いつまでたってもその仕事が終えるものかと軽蔑的な口を聞いたクリストフを少しやり込めてやるのが楽しみだったこの哀れな娘は自分に対するクリストフの感情がどんなものだかいたずらに知ってるばかりだった自分で人に会うのが嬉しいものだから他人も自分に会えば嬉しいものだといつも考えがちであった 彼女は表に出た。家の前にはクリストフとザビーネとか腰掛けていたローザの心は悲しくなったけれども彼女はその不穏等な印象を受けてもやめなかった彼女は快活にクリストフを呼びかけたその鋭い小姉を静かな夜の中に聞いてクリストフは誤った音符を聞いたような気がした 彼は椅子の上でぞっとし怒りに顔をしかめたローザは彼の鼻の先に得意膳として刺繍を振ってみせたクリストフは苛立ってそれを押しのけた「出来上がったわ出来上がったわ」と彼女は言い張っていたではもう一つ始めたらいいでしょう。 とクリストフは冷淡に言ったローザは孫ついた喜びは全て消えてしまったクリストフは意地悪く言い続けたそしてあなたがそれを30もこしらえたらすっかりおばあさんにでもなったら生涯を無駄にはしなかったと自分で考えることぐらいはできるでしょう。 ローザは泣きたくなっていったまあ意地悪なことと彼女は言ったクリストフは恥ずかしくなったそして23個と親切な言葉をかけてやった彼女はごくわずかなことにも満足しがちだったのですぐにまた信頼してしまった そしししして盛んに想像しいおしゃべりりをやり出した。家の中での習慣のために低い声で話すことができずに大声にわめきたてたクリストフはいくら我慢をしても不機嫌さを隠すことができなかった初めは苛立った簡単な言葉を返してやったが次にはもう何とも返事をせず背中を向けて 彼女のガラガラしたおしゃべりのままに歯ぎしりをしながら椅子の上にやきもきしたローザは彼がじりじりしているのを見黙らなければいけないことを知っていたそれでもなお激しくしゃべり続けるばかりだったザビーネは数歩先の暗がりの中で黙って皮肉な平静さでその光景を見ていた それから飽きてきてその晩はもうだめになったと感じながら立ち上がって家に入ったクリストフは彼女がいなくなってからようやく彼女の立ち去ったことに気づいたそして自分もすぐ立ち上がり言い訳もしないで冷ややかな挨拶を言い捨ててふいと言ってしまったローザは街路に一人残って 「彼がががが入っっっててていいたた。た。かりしながら眺めてった涙が出てきた彼女は急いで家に入り母と口をきかないで済むようにと足音を立てないで自分の部屋に上がって行き大急ぎで着物を脱ぎ一度寝床に入って布団をかぶるとそのまます,すすり泣き始めた。 彼女は今起こったことを考えてみようとはしなかったクリストフがザビーネを愛しているかどうかクリストフとザビーネとが自分を辛抱することができないかどうかそれを自ら尋ねてみなかった彼女は知っていた万事終わったことをもはや生活には意義がなくなったことを ただ死ぬよりほかはないことを翌朝になるとまた考慮の力が永久のいたずらな希望を伴って彼女に帰ってきた前夜の出来事をいちいち思い起こしながらそれをあれほど重大に考えたのは間違いだったと思い込んだもちろんクリストフは彼女を愛していなかったがそれは こちらからか愛しているのでついには向こうからも愛されるだろうという密かな考えを心の底に秘めて諦めていったしかしザビーネと彼との間に何かあるということをどの点で見て取られたのかあんなに賢い人が誰の目にもくだらなく平凡に見える女などをどうして愛することができようか彼女は安心を覚えた がやはりクリストフを監視し始めたその日は何にも目に止まらなかったなぜなら目に止まるようなことが何もなかったからしかしクリストフの方では彼女が終日自分の周りをウロウロしているのを見てなぜとなく妙な苛立ちを覚えた晩に彼女がまた往来へ出てきて 思い切って2人の横に腰を下ろすと彼の苛立ちはさらに激しくなったそれは前夜の光景の反復であったローザが1人でしゃべったしかしザビーネは前夜ほど長く待たないで間もなく家へ入ったクリストフもそれに習ったローザはもはや自分のいるのが邪魔になっていることを 自ら隠すわけにかかなかった。しかしこの不幸な娘は自分を欺こうと努めた自分の心をごまかそうとするのは最もいけないことだとは気づかなかったそしていつものとんまさでその後毎日同じことをやった翌日クリストフはローザを傍らに控えながら ザビーネが出てくるのをむなしく待ったその次の日にはローザ一人きりだった2人は彼女と争うのをやめていたしかし彼女が勝ち得たものはクリストフの恨みだけだったクリストフは唯一の幸福たる大事な晩の楽しみを奪われたのを非常に憤った 自分の感情にばかりふけってかつてローザの感情を察してやろうともしなかっただけに彼女を一層許しがたく思ったかなり以前からザビーネはローザの一流を知っていた自分の方で愛しているかどうかを知る前にすでに彼女はローザが嫉妬を感じているのを知っていたしかし彼女はそれについて何とも言わなかった そして勝利を確信している美しい女にありがちの残忍さを持って彼女は黙って長老半分に切烈な敵の徒労を眺めていったローザは戦場を自分の手に収めながらも自分の戦術の結果を哀れにも打ち眺めた。 彼女にとって最善の策は強情を張り通さないことであり、グリストフを平穏にさせておくことであった。少なくとも当分のうちは。ところが彼女はそうしなかった。そして最悪の策は彼にザビーネのことを話すことだったが、彼女はまさしくそれをした。彼女は胸を躍らせながら彼の一遊を知ろうとして、 ザビーネはきれいだとコワゴワ言ってみた。非常にきれいだとクリストフは冷ややかに答え返した。ローザは自ら求めたその答えを予期していたものの、それを耳に聞くと心に打撃を受けた。ザビーネがきれいであることを彼女はよく知っていた。しかしかつてそれを気に留めなかった。 ところが今初めてクリストフの目を通して彼女を眺めていたそして見て取ったのは彼女のすっきりした顔立ち小さな鼻かわいい口ほっそりした体優美な動作ああどんなにか切ないことだったそういう体になれるならば何者に変えても惜しいとは思わなかった 自分の体よりあの体の方を人が好むわけはあまりによく分かった。自分の体はこんな体に生まれるとは何の因果だったろう。何という重々しい体だろう。何と醜く見えることだろう。何といやらしいことだろう。そしてそれから解放されるには。 死よほかに道はないと考えると彼女は極めて傲慢であり同時に献上だったから愛されないことに苦情を言いはしなかった苦情を言う何らの権利もなかったそしてなお一層自分を卑下しようと努めたしかし彼女の本能はそれに反抗したいがそれは不正だ なぜこんな醜い体は自分にだけあってザビーネにはないのかなぜ人はザビーネを愛するのかザビーネは人に愛されるだけのことを何かしたのかローザの容赦ない目に鋭じたザビーネは怠惰でやりっぱなしで利己的で誰にも構わず家のことも子供のこともまた何にも気を止めず。 自分の身だけを可愛がり生きているのもただ眠ったりうらついたり何にもしないでいるためばかりだったそしてそんなことで人に好かれているのだクリストフに好かれているのだあれほど厳格なクリストフに何よりもローザが尊重し感服しているクリストフにそれはあまりに不正なことだった またあまりにバカげたことだったどうしてクリストフはそれに気づかなかったのか彼女は時々ザビーナにとってはあまりありがたくない意見をクリストフの耳に入れざるを得なかった彼女はそうしたくはなかったが自分で控えることができなかったそうしていつも自ら後悔した ななぜなら彼女は極めて善良で誰の悪口をも言うことを好まなかったからそれになお一層後悔したわけはクリストフがいかに夢中になってるかを示す残酷な答えをいつもそれから招き出したクリストフは自分の愛情を傷つけられると相手を傷つけることばかり求めたそしていつもうまくいった ローザは何とも答え返さないで泣くまいと我慢しながら唇をきっと結び頭を垂れて去っていった彼女は自分が悪かったのだと考えたクリストフにその愛する者の悪口を言って心を痛めさせたからこれも当然の報いだと考えた